あ、これがドクダミ、うん、まあ寒い気をもう入ってきてるんだ。で、いつになったら伸びてくんの？夏が主に伸びてくる。お茶にするやつやんな。うん。他何ができる？他はドクダミチンキ。あ、チンキね、そうやね、うん、確かにドクチンキできる。チンキってどうやって作るの？うん、え？知らん。全然分からへんわ。なんか、お酒あ、お酒に浸すんか。なんか最初は、うん、こうして、うん、それその後カットしてお酒に入れる。これドクダミか。すごい、畑にも生えてる。まあもっと伸びてこないとあかんけど、でも、うん、花ここにあるの。これとか、うん、もうだから。それ何？だからこれとか花だから、うん、花にとって雨よ。あ、そうかそうかそうか。これ花を植える前に、うん、あったん。掘って、うん、これで取ったりしたんだけど。うん、ま、だ出てそれでもちょっとでも切れ端とかが残ってた、うん、これはもうまた入ってくる。すぐに芽準備して出てくるから。なるほど、お茶にできるからいいってもんじゃないな、うん、花には芽、うん、あんた何でも知ってるね、うん、はい。あとこっちしんくん、犬。でも虫に会えてて、あそこ。あ、ほんまほんま、浮いてるな。だからもう。あかん。枯れる？枯れてもおかしくないです。ほんま。ミツバチ、ミツバチいる。日本ミツバチの巣、うん、今日は入ってない。ん、出てきたりするよ。あ、する、入ってない。蜂蜜取れんのかな、そのうち。うん、昼間に出るんだけど、うん、はい、あとはこれはユズは終わった、うん、おじいちゃんたちが持ってきてくれた。あ、ほんまや、蜂出てきてる。うん、スズメバチとか狙うときあるな。ここ見て、ほんまや、この穴、うん、虫が入ってていう意味、うん、だからこれも、うん、れつまりいずれ枯れるという意味。すごい。はい、うん、こっちは入ってへんの？この金柑。こっちは穴ないから。金柑美味しいよ。ね、うん、食べてみて。はい、美味しい。うん、え、全部一気に食べたん？うん。金柑は皮食べるんですよね。ね。ね。そして金柑皮食べる。まあ、うん、そこにいる蜂たちが主に。うん、今いる蜂たちは主に、はい、主にとっている花がこれ、ビワ。ビワ、ビワの蜜っていうかあれ、花粉。花、もう終わってきてるけど、それとあっちもう終わってくるんだけど、うん、この上とビワが近いから、うん、主にこの上とビワを取ってる。なるほど。ここに、うん、日本蜜蜂とか蜂は、蜜蜂が、うん、小さい花を持ってるから、水仙とか毒持ってるから、水仙、うん、あ、これ、あ、毒持ってるから、あ、これ蜂の巣だ。あ、ほんまや、多分落ちたんだね。ビワの葉っぱ美味しい、多分足長蜂だな。何見てわかんの？うん、だってそれしかほとんどここら辺にはいない。野心がこの危ないと思うから火ばかり掴んどこうか。いや、あとさ、大丈夫だよ。日本ミツバチはやっぱ自然にとってめっちゃ大事なの、うん、大事なんですか、はい、先生、はい、それは何でですか？花の受粉を助けるから。 あ、そうですか、知らなかったです。花の受粉を助けるからすごいね。あなた何でも知ってる、はい、こっちは終わっていいか。そこにある梅みたいに、うん、梅、うん、あれ梅やと思った。ちゃう、実、うん、あれ梅だよ。 あれ実になるのにも受粉助ける。ああ、何の葉っぱだと思う？バナナだよ。あ、そうそうそう、バナナ、バナナ、バナナ、無理やったん、バナナやっぱ。バナナ見といて。バナナまだいんの？あったか。あ、これ、あ、これ麦？ここ
中に、うん、バナナ隠れてんの。へえ、あったか、ほんまや。これ。あ、ほんまや。あー、ここまでしてやっと育つやん、バナナ。まだ、ハッチが。あったか、ここ。あと、ここにあるバナナ。ほんまや、はい。うわぁ。わ、これは、なんでしょう。バラ。バラ。あ、こっちは。ん？これ。ここの2つは花、うん、こっちからこっちは花だけど、こっちは何か知らない、うん、こっちはこの花、こっちは花、うん、で、うん、ここがラベンダーだけど、ここはあかんかったみたい。なるほど。これがラベンダー、うん、ここにあるの。待って待って、こんな端っこに入ってある。お前、これはこっちの花は、これは買ったやつで、うん、雲がここにいる。何の花これ、それぞれ。これがルビナスって言って、匂いがいいんで。へえ。いい匂いだよ。びっくりした。あ、ほんまや。ルビナスね。で、これがランアンキアス。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 こっちは紫は。ん？こっちも同じ。同じランアンキアス。綺麗。はい。すごい。で、このルビナスは2年。植えてから2年かかって花が咲く、うん、へえ、これまだ花咲いてへんの。これ花やと思ったら、うん、もう花咲いてるの。2年経つのよ、ここまで。そう、うん、あなたがちっちゃい時に買ってた。これは買って、すごい、うん、あったかいな、やっぱここ、うん、温室ステージ準備、うん、で、これが、あ、はいはいはい、カーペット温室の、うん、ここ電気で暖かくして、この上に苗置く。はい。こういう感じ。はい。って感じのハウスでした。ほんま、閉めとこうか。そこも。梅。梅咲いてきてね。うん。で、ここが。ほんまや。はい。すごい。さっき通ったけど、こことか。あ、まだ残ってんな。うん。あ、そことか。そうやな、干し草は大変やな。で、こっちって、うん、ここにあるのは、これ何？吹きだよ。え？吹き？あ、これいっぱい佃煮してはったな。吹き、うん、だよ、って知らなかった。はい、はい、吹きが、そう、吹きと吹きの塔は違うの。これ吹きやろ、吹きの塔は、吹きの塔は、ここは山椒。あ、はいはい、あ、すごい、言われたらはいはいってわかるぐらい。それ吹きの塔、うん、あ、ほんまや、花なってる。あ、この横にこうなっていくんやな、はい、これも食べれんねやな、湯がいて、すごい、うん、あれか、吹きの塔や。これお茶にできるんだけど、うん、吹きの塔回収。これはなんか人を眠らせるという、これ何の葉、睡眠力は名前は知らないけど、忘れたけど、うん、睡眠力があるお茶。そこも後ろにあるの、はい、染料です。取ったりしないで、はい、これが染料。あ、染料な、はいはい、終わらないように、はい、線量、線量大事にしてんの。うん、なんか前はもっとここら辺にいっぱいあったから、いっぱいあったから、うん、あ、こうしたよな。草抜き頼んだら、なんか線量も一緒に切ってもらった。あ、切られた、壊れちゃったらしくて、それだから、これはもう触らないようにしてた。 あ、これ、これだからね、麦をかけてるだけ。これが麦か。復帰を回収しました。はい、吹きの塔だろ、吹きの塔は食べれるけど、衣はあんまり好きじゃない。ピンクだけは好きやけど、はい、何だと思う？あ、間違えた、ロモグ。そう、あ
今の形はあんま好きじゃなくて、よもぎは、よもぎ餅とかにする以外にも、母たちがあんま、よもぎは傷口に揉んだ、このよもぎの歯を揉んだのをつけたりしたら、ケアの治りが早くなったりする。すごい、はい、そう、スーパー威力を持った。どっやったことある？うん、いつもやる。傷口とかでもいいの？うん、こけた時とかにこれ。傷口のもやったことあるで、水曜、うん、しんくんがなんか学校でケアして、うん、それで、うん、ここに